スターリングレンジ国立公園は西オーストラリア州のグレートサザン地域にある国立公園である。州とパウスの南東約3 3 7トルの地点にある。スターリングレンジと呼ばれる東西6 0トルを超える丘陵地帯を保護しており、範囲はマウントバーカーとクランブルックからグノーワンガアップまでの一体となっている。公園内には ツールブララップやオーストラリア南西地区最高峰のブラフノールなどの山々があり、公園の南に位置するポロンガラップ側からはスリーピングプリンセスと呼ばれるシルエットを見ることができる。ハイキング、材料を用いた懸垂加工、グライダーによる滑空などが人気のあるレクリエーションである。国立公園内でキャンプを行うことは禁止されている。 スターリングレンジ国立公園は絶滅危惧種である西尾ジロクロウムや白髭鳥が生息し、同じく絶滅危惧種であるボーダンクロウムの繁殖地となっていることから、バードライフインターナショナルにより重要野鳥生息地に指定されている。ありがとうございます。